グランプリは、エントリーナンバー28番、横山桃子さんです。おめでとうございます。横山さん、どうぞステージ中央へお越しください。おめでとうございます。今グランプリのたすきがかけられます。はい、横山さん、本当に辛いこともあった3ヶ月だと話してくれました。さあ、そして金子さんからゴールドのティアラが贈られます。はい、おめでとうございます。さあ、そして川崎さんからは、はい、ケープがかけられます。この色のケープは選ばれた人しかつけることができません。横山さん、3ヶ月頑張ってきてここまでたどり着きました。さあ、それでは写真撮影です。どうか笑顔でお願いいたします。大きな大きなトロフィーが今贈られました。さあ、それでは今日一番の笑顔でお願いいたします。写真撮影させていただきます。まさかグランプリをいただけるなんて全く思ってなかったので、グランプリを取るぞっていう気持ちでこの大会に臨ませていただいて、ずっとその気持ちで3ヶ月やり続けてきました。ただ自分が思ったように体重が減らなかったので、平均体重にも及ばなかったので、あ、これ大丈夫かななんて心配にもなったりしたんですけど、最後まで諦めないでやってよかったなっていう気持ちと、これから多分生きていく上で私が今頑張ったこととか周りの方々が支えてくれたこととか、そういったものが全て糧になってすごく自信を持てるようになりました。今回この大会に参加させていただいて、ここまで私を残していただいて、本当に本当に皆様ありがとうございました。これからも頑張って目標のところまで行けるように頑張らせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。おめでとうございます。はい、ございます。3ヶ月で19キロ減量されました。横山さん、本当におめでとうございます。